現在、新型コロナウイルスが世界中に蔓延し、由々しき事態に陥っています。昨今は、自由と権利ばかりを主張する、自分だけが良ければ良いという利己主義の方が多いように感じます。確かに、自由と権利はありますが、私は自由と権利は義務を遂行して初めて生まれるものと存じます。一日も早いコロナウイルスの収束と当たり前の日常が過ごせますようお祈りいたします。